こんにちは。バーチャル女子プロレスラーのリリトです。世の中のプロレスファンの皆さんが新日本プロレスのロイヤルクエストや AEW のオールアウトで沸き立つ中で、本日の私の動画ではレッスル1を特集していきます。真田選手や黒潮イケメン二郎選手を輩出したレッスル1という団体はどんな団体なのか、ぜひ最後まで見てください。それでは早速行ってみよう。レッスル1。レッスル1、年内最大のビッグマッチとして設けられているのは、横浜文化体育館で開催されているプロレスラブ in 横浜です。そのビッグマッチは、武藤圭司選手のデビュー35周年記念興行でもあり、波乱の続くレッスル1の今を見る大きな大会となりました。レッスル1の歴史を紐解いていくと、K-1 と武藤圭司選手が協力し誕生したファンタジーファイト、レッスル1という興行がかつて存在していました。アーネスト・ホースト選手とボブ・サップ選手をプロレスルールで対戦させたり、華やかな大会ではあったものの、空前の総合格闘ブームの中では、時代が早すぎた内容と内部のごたつきなどで消滅。その後のハッスル誕生へとつながっていきました。話は戻り、消滅から10年後の2013年、全日本プロレスを退団した武藤圭司選手は、以前の教訓を生かしエンタメに偏らない団体レッスル1を設立します。早くから海外団体との提携を結び、当時最先端のプロレスと言われていた DNA と交流戦なども展開。レッスル1内の階級はジュニアヘビーではなくクルーザーと呼ぶのも、海外を意識した名称にしていると考えられます。肝心な試合内容も、天才と言われる武藤選手や田尻選手らをトレーナーにし、技術や見せ方を心得たレスラーが多く育ち、レスラーを育成するプロレス総合学院の運営や、武藤選手の斡旋で若手をドラマに出演させるなど、選手の育成には力を多く入れていることが見受けられます。呪縛。そんなレッスル1ですが、呪われていると言われてもおかしくないような波乱の歴史を数多く持っています。わかりやすいところで言うと、 DNA で日本人初の X ディビジョン王者になった真田選手や、プロレス総選挙で6位に入るほどの人気な黒潮イケメン二郎選手らスター選手が次々と姿を消していく負の連鎖を断ち切れずにいます。今回の横浜文体も、本来であればイケメン二郎選手が集客の鍵だと考えられていたものの、今年3月に電撃退団をしてしまいます。新たな希望。エースを欠いてしまったレッスル1ですが、新しく光を放つ選手が登場しました。それは稲葉大輝選手です。容姿端麗でありながら、情熱的なド直球なファイトが魅力の選手であり、レッスル1では誰も倒すことができなかった T-Hawk 選手からスタンプアウトを奪って勝利しています。彼はイケメン二郎選手とは真反対の無骨なレスラーで、ファンへのアピールは少ないものの、その真面目さが人の心を打つ試合が見せられると言えます。3年前の横浜文体でもメインを飾った選手なのですが、本来参戦予定の選手が欠場により、チャンスが訪れた半田名護たしきでの大抜擢となり、試合前には対戦が危ぶまれるほどの大号泣をしてしまうほどのピュアな選手でした。しかし今年の稲葉選手は一皮抜け、涙を見せず堂々とした試合内容でチャンピオンとなりました。レッスル1はエースの離脱の連鎖があるというお話をしましたが、逆から見ると新しい希望が誕生する連鎖であると言えます。今までのプロレスの歴史を見ても、団体の低迷は新しいスター選手の誕生で再び繁栄するという傾向があり、今回の稲葉選手の健闘はレッスル1に新たな光が差し込むのか、注目していくべき団体だと言えるのではないでしょうか。今日はここまでです。以前 WWE のトライアウトを受けた黒潮イケメン二郎選手が、
最近になり合否を聞かれた際、答えを濁していました。気になるところですが、もし合格していたらレッスル1にも箔がつきそうですね。本日も最後まで見てくれたあなたが大好きです。お相手はリリトでした。それでは